海の上を颯爽と進む真っ赤なボート。そのボディには H2 の文字が。地球にも人にも優しい次世代の海上移動です。機械メーカーのヤンマーが開発したこちらのボート、実は水素で作った電気で動く燃料電池船なんです。船内のタンクに充填した水素と走行中に取り込まれる空気を使って電気を生み出し、電動のモーターを動かす仕組みです。二酸化炭素は出さない、地球に優しいモーターボートです。水素の吸入口には見慣れたエンブレム。実はトヨタさんの未来の燃料電池を使ってですね、船舶用の、規則に適用したものをですね開発したと。車に比べますと船の場合常に走り続けるということで、高い負荷で連続して、航行するという耐久性、これが求められる。水素タンクは8本搭載、時速18キロでおよそ3時間の航行が可能です。それでは出航。おや、エンジンではなくモーターで動くのでかなり静か。最高時速はおよそ40キロです。エンジンは振動しますけど、振動するものがありませんので、その分会話も普通の音声でできるといったところが特徴です。またエンジンから出るガソリン臭もなく、船酔いもしにくいそうで、人にも優しいボートなんです。ただ海の上を走るには陸とは違う問題もありました。空気と水素で反応しますので、その空気のところに塩化カルシウムが入ってくると、それが反応を邪魔してしまう。このため空気の取り入れ口に特殊なフィルターを取り付けて、塩水から燃料電池を守っています。大分と大阪で行われた航行試験では十分な性能が確認されました。今後商品化することも視野に入れ開発が続いています。脱炭素が逆に取れればチャンスですので、今後未来他燃料電池車が拡大していくと、コストも当然下がってくると思いますので、このチャンスの波に乗るようにしていきたいと考えています。次回、緑虫と食用油で走る。